はい、ということで今レジェンズ公式番組さんが終わったんで情報をまとめていく動画になります。まあ、新キャラやばかったですね。まあ見ていきましょう。新キャラを最後に発表していきます。まず3周年、合計333連の無料ガシャチケットが配布されるということで、まあこれは非常に新規の方、そしてまあ前からやってるよって人も嬉しいんじゃないかな。ラインナップまあ全部は出てないんだけど、復活セルいるっぽいんだよね。なんでまあ割といいんじゃないかな。復活セル貫突してない人からしたら結構美味しいガシャだと思います。はい、でレイドが5週間連続開催されるようですね。まあこれもめちゃくちゃありがたい、消しゴム集めまくれる、いいイベントなんで楽しみです。もうサクッといきますよ。で3周年ありがとうガシャ開催ということで、まあいろんなねイベントとかで手に入るのかな、ガシャチケットが結構もらえるらしいです。これはさっきの333連ガシャとラインナップ一緒みたいなんで、セルとか、まあザマスもまあまあギリ使ってる人いるかなぐらいいるかな。うん、まあ美役としても優秀なブルーゴクーとか、あとはアルハンとかも入ってるんで、まあそこそこいいガシャだと思います、無料にしては。はい、で新しいイベントでホイポイコインを集めたアイテムをゲット。これが結構やばくて、まずこの画面に映ってる中にレアメダル、そしてまあ最近ラッシュがね、ちょっとね報酬が変わったせいでなくなってた、手に入りにくくなってた、レアピースかな、覚醒メダル作る時のアイテム、これがゲットできるのはめちゃくちゃありがたい。で、番組中に話してたんですけど、レジェンズリミテッドに付ける、600のマルチ Z パワーもこれもらえるらしいです。なんで今回はイベントガチで皆さんねやってくださいね。で続いて、ログインボーナスと、スペシャルミッションっていうのがまあ3周年特別仕様になってるんで、まあこちらも達成してくださいということで、であとチャンピオンボーナスですね、石が1000個もらえるようになる、なります今回。はい、石1000個もらえるということでめちゃくちゃありがたい。でしかもレイドもね多分5週間あるんで、その度に報酬切り替わると思うんですよね。なんでそれだけで考えたら石の配布量やばいよね。でシェンロンのイベントもやりますよと。で今までは、カメラで、承認する、ようにしかできなかったんだけど、今年からはまあアルバムとかカメラの画像フォルダとか使ってやることもできるようになるっぽいんで、かなりまあ、端末1個しかないよって人は、助かるんじゃないかな。で続いて、なんかこれ去年もあったけど、レジェンズサードアニバーサリーチャンスタイム、なんか去年はちょっと正直そこまで盛り上がらなかったんですけど、今年は、まあ、結構多くの人に、石がもらえそうなワンチャンある感じのイベントになってくるんじゃないかな。各コンテンツでチャンスタイムチケット集めて好きな数字のチャンスボールを交換して、でそれが当たれば石がもらえるみたいなイベントらしいです。1から100までの数字あるんで、まあ、92番はね今回盛り上がりそうですね、激アツですね。はい、続いて育成攻略支援キャンペーン3周年でがっつりキャラを育てようということで、まあ、ストーリー関連の、まあ、エネルギー消費とか、まあ、いつものやつですね、修行時間とかも短縮なんで、まあ、新しく始めた人はかなり助かるイベントで、からの、こっからなんだけど、こっからではね、ごめんなさい、超スカウトバトルも開催ということで、これ結構いいよね。一番左の未来で言うと、まあ、Z 美容院で前かなり使われてますよね。で真ん中の合体でいくと、一番上の赤子ジマダにめちゃくちゃ強いで、突上げれるのは強い。まあ、右は GT 使ってる人だったら、まあ、赤ベジータ、ベジータ4か。が、まあ、結構強いキャラなんで、その辺も、突上げれる。で、これが、周年のちょっと遅れた後のイベントらしいんですけど、このゴジータが無料で、昔の変身ゴジータですね、獲得できるんですけど、なんとこの子が全開覚醒するような発言をね、まあ、匂わせていたんで、周年の後半、イベントで、こいつ覚醒来るっぽいですね。こいつ今でも戦闘力はね、最近のキャラクター並みなんですけど、やばそうですね。何よりも特殊積んだ後の交代禁止必殺の火力がすごい期待できます。覚醒にすごい期待。そして、アニバーサリーサプライズ、サプライゼ、前、2020年12月までに実装された、スパーキングキャラ。まあこれリミテッドは除くっぽいんですけど、好きなキャラを獲得できる。これ獲得っていうのがちょっと怪しいんですけど、100なのかな？マルチ。600だったらちょっと嬉しいけど、まあまあまあって感じかな。まあこの中に映ってる通り、変身ロゼ、バドスとか、あとジレンとか、まあ強いキャラそこそこいるんで、まあこの辺好きなキャラもらえるのは嬉しいですね。で、こっからね、新キャラ情報ですね。はい、まずは、エクストリームのスーパー17号でした。いや、一瞬スパーキングかと思ってさ、めっちゃドキドキしたんですけど、エクストリームらしいです。まあただエクストリームなんで Z アビかなり期待できるし、レイドが今回かなり長いんで、エクストリームマルチでかなり突上げるそうなんで、ちょっとこいつの性能によってはこいつのためにレイドガチガチで回ろうと思います。うん、エクストリームキャラクターの貫突ってかなり珍しいんで、そういうとこにちょっとね
オリジナリティ感をね、欲しいんでね。こいつちょっとカントス目指したいですね。はい、で、スーパーベビー2もエクストリームキャラらしいです。はい。で、まさかの三神論と、数神論かなが、新キャラで実装と。と。まあ、GT の2体組ですね。まあ、性能なんですけど、まあ、正直、どっちもカウンター系の特殊持ってるんですよね。なんで使うのは、まあ、ちょっと難しい方のキャラクターかな。うん。まあ、ちょっとね、書いてあることだけ見ても、そんなに分かりにくい性能はしてますね。まあ、嫌がらせが多めって感じのキャラクター2体ですね。まあ、この辺は、まあ、いいかな。ちょっと皆さんもうちょい早く見たい情報あると思うんでね。で、さらに新キャラ。なんと、ベジットブルーまた来ましたね。はい。で、このベジットブルーがリミテッドじゃなくて普通のスパーキングっぽいです。いや、普通のスパーキングでベジットもらえるっていうか、まあ、ガシャで当たるって考えたら、めちゃくちゃ嬉しいよね。新規の人もすごい喜びそう。で、ケフラも来ますと。そしてなんと、リミテッド。阪神崩壊合体ザマスですよ。まあ、この子ね、属性とかもね、すごい噛み合ってるんで、相当期待されそう。はい。で、まあ、こんな感じのかっこいい、まあ、キャラクターデザイン。新しい、まあ、もちろんモーションとかでしたね。はい。で、ケフラが赤属性の、まあ、ゼッタービーがライバル宇宙合体ガールズの、まあ、打光者母か。珍しいな。まあ、サンタグ上げですね。まあ、ガールズの赤枠ね、今まで赤ビーデルとかだったし、あとは、ライバル宇宙の赤はまあ、ベルガも強いけど、合体戦士赤はまあ、まあ、そう考えるとガールズで結構活躍できそうかな、色的には。うん。って感じのキャラクターです。まあ、ベジットブルー。これ紫の合体神の木未来。こちらも三択上げですね。のキャラクターになってて。まあ、紫で言うとまあ、未来で言ったらね、カマロゼが最近来てますけど、まあ、あれリミテッドなんで、正直突上げ、あんまり現実的じゃないキャラクターなんで、もちろん強いんですけど、まあ、そういう人はこっち使ってねって感じになってくんのかな。あと、神の木の紫枠もすごい、なんだろう。合体ザマス今までいたけど、正直もう1年前のキャラだし、身勝手もリミテッドで突上げしにくいキャラクターだったんで、まあこれは未来、神の木どっちも、場所はかなりありそうなキャラクターかな。まあ合体の紫も、まあスーパーベジットが覚醒まだ来てないんで、覚醒来るまでの間はこいつがスタメン張れそうかなって感じ。一応射撃タイプらしいです。はい。まあちょっと性能読んどこうかな、ベジブルは。4ダメアップの消去負荷持ってて、火ダメカットも消去負荷、射撃コストダウンもついてて、控えに戻るときに合体神の木未来の4ダメアップ気力回復速度、お、ベジットなんだけど意外とサポートできるんですね。で、場に出たときに、射撃発動するやつを一発目上げてくるのかな。で、手札が3枚以下のとき場に出たらカードを1枚ドロー。特殊発動時、気力回復ドロー速アップ、暴体禁止不要。なるほど。これはいいですね。強そう。環境に刺さってますね。特殊発動時、交代不要なのかな。だとしたらめちゃくちゃ強いけど。交代禁止増えるのかな。で、さあ皆さんお待ちかね、合体ザマス、阪神崩壊ですね。赤属性の神の木やっと来ましたね。うん。神の木兄弟未来の打光棒上げですね。うん。踏ん張り持ってなさそうなんですよね。持ってたらちょっとやばかったんですけど、うん。自身が戦闘不能になると味方の4ダメアップ、ドロ速ダウンとかの落ち葉不効果が結構、いやらしくて、打撃カバチェン持ち、打撃射撃撃つたびに4ダメが上がるよと。で、場に出てる間、敵の行動に応じて以下の効果を得る。敵の打撃射撃による攻撃ヒット時、敵の記録減少、火ダメカット、強い。敵が交代時、バニシング回復。敵が戦闘不能時、敵の手札をすべて破壊する。などなど、なんか嫌がらせに特化したキャラクターって感じかな。うん。まあ、この辺も性能が詳細なの出てから楽しみですね。さあ、そして最後、番組が終わると見せかけて、来ましたね。ゴジータ4。いやー、ゴジータ4来ました。うん。めっちゃかっこよかったよ、これ。まあ、PV ね、ちゃんと見てほしいんだけど、みんな。クラッカーみたいな、カメハメハ出すと見せかけて、なんか、フェイント入れるやつとか、結構面白い技もありましたね。イーシンロンが、気弾打ってそれをなんか肩に当てて、もうちょっと気持ちいいからやってくれ、みたいな感じのあれもやってたんで、すごい面白い。ですね。はい。ゴジータ4、ちょっとスクショ下手すぎ。で、ゴジータ4参戦記念で、バトルゲーム中にだんだん心惹かれていくが流れていくのかな。これ YouTuber 殺しなんですよね。広告剥がされるんで、ちょっとこれ大変ですね。
とか、まあまあいろいろあって、なんだかんだで目玉キャラクターゴジータ4と阪神ホーカイザマス。まあ特にゴジータ4かな。ただゴジータ4のガシャに関しては、なんかね、唇腫れた二人が多分スパーキングなんで、結構、追っている人は心を病みそうですよね。はい。で、まあ僕に関しては、まあどのキャラ狙うかなんだけど、エクストリームのスーパー17号が一番欲しいかな。まあもちろん新キャラゴジータ4も、ザマスも、狙って使ってみた動画出しますけど、トツ上げたいのは17号かな。17号がどっちの歌詞に入っているかが、結構楽しみかな。あとまあ未来のね、僕カマロゼそんなトツないんで、ベジットブルーもちょっとトツ上げたいかなってのは思いましたね。はい、そんな感じで、3周年キャラクター、ゴジタ4来て、すごい盛り上がりそうなんで、多分明日からだと思うんだよね、イベント。まあ、使ってみた動画はもちろんのこと、ガシャ動画とかとか、イベント攻略、レイド攻略など、動画バリバリ出してくんで、3周年も、国ゲームよろしくお願いします。ちなみに、レートも今ね、一桁順位なんで、まあ、もし時間とか余裕があれば、一桁順位、レート最終日とか、そこら辺まで上位レートの、新キャラ使って生放送とかもやれたらやろうと思うんで、ぜひ遊びに来てください。ということで終わります。